はい、最初は質問の一般的成果の秘密や可能性に楽しく紹介したところと思っております。はい、本日ですけども、大腰筋の場面を作る引き上げジャンプについて、ね、紹介していこうと思っております。まあ、大腰筋ってね、体のバネを作るのに非常に役に立つ筋肉なんですけども、それを簡単にトレーニングできるのが今回の引き上げジャンプってやり方になります。やり方なんですけども、まあ段差ですね、まあ、何でもいいです、抱いてもいいし段差でもいいので準備してください。その前に立って足を引き上げるようにジャンプする、これだけですね。非常にシンプルな内容になっております。で、良くないのは地面を蹴るようにジャンプする、こうじゃないっていうことだけ、理解していただければと思います。これ何がどう違うかね、まず体験していただければなと思いますので、一旦ね、その場でまず例えばバネですね、今のバネを確認してもらって、あと足の上げやすさですね、大腰筋の効きやすさをねチェックしてもらったら、その状態で引き上げのジャンプを何回か、ね、行ってみてください。3回ぐらいですね、しっかり足を引き上げるようなジャンプを行います。で、やってもらったらその後で軽くね、体のバネをねチェックしてもらうと、足を上げやすくなったりとか、ハーフバネがね出やすくなる現象が起こるかなと思います。出てれば OK ですね。逆に今度は地面を蹴るようにジャンプしてみてください。蹴るようにジャンプする、でやると、今度は足を上げてもらうと足が上がりにくくなって、バネが重たくなる、体が重たくなるみたいな現象が起こるかなと思います。これ一体何がどうなってるかというと、実はですね、横隔膜の動きにすごく差が出ております。実は体って不思議で、上方向にジャンプしよう、上のイメージを持っていくと、横隔膜ってのは引き上がっていくような作用があります。まあ、イメージですね、こういうイメージで飛ぶとこうなるんですよね。そうすると、実は横隔膜が上がると大腰筋っていうのは使いやすくなります。逆に下方向の矢印が出ると、横隔膜はこう下がってきます。で、いわゆるね、お腹をグッて膨らますようなイメージで、息止めるような動きとかですね、こういったのは横隔膜が下がってるサインなんですけど、横隔膜がグッと下がってくるイメージで蹴ると、内臓ごとグーッと引き下げられてきて、こうなると実は大腰筋って非常に使いづらくなってしまいますので、いかに横隔膜を引き上げて大腰筋を使うかっていうのが、まあ、ポイントになるわけです。で、それを、まあ、両立するのがこの引き上げなんですね。上方向の意識を思いっきり持ちながら、かつ大腰筋を使う股関節の屈曲運動ですね、を同時にすることによって、大腰筋を使いやすくなりますよというのが、この引き上げジャンプのやり方になりますので、何でもいいので段差を見つけたら、とにかく足を引き上げる、地面を蹴るイメージをできるだけして足を引き上げるイメージで飛ぶようにしてください。もちろんね、蹴る成分は出ますし、出ないと飛べないんですけども、イメージ、意識ですね、意識としてとにかく引き上げる、実際は蹴るんですよ、実際は蹴ってるんですけど、蹴ってるイメージをとにかく減らして、引き上げる、股関節を引き上げるイメージを持っていく、これがですね、大腰筋をうまく鍛えるためのポイントになりますので、うまく取り組んでいただければと思っております。はい、いきますでしょうか。本当にね、運動って動きのイメージ、矢印一つで結構体の中って変わってきますので、まあ、ちょっとした工夫でね、トレーニング質どんどんどん上がっていくことができますので、ぜひね、使っていただければと思っております。はい、とかね、今回の内容をお伝えいただこうと思っております。いろいろ伝えたいですね、 X や Instagram もやってますので、ぜひチェックフォローよろしくお願いいたします。またオンラインスクールも営業してますので、体はね、さらにマニアックな話が、ね、知りたい方はですね、概要欄貼ってますので、また覗いてみてください。また、ユーム世代自身は大阪にありますので、こういったね、マニアックな内容好きな方はですね、ぜひね、一度ご予約いただければと思っております。はい、ということで、今回は以上にさせていただきます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。